さあ、ブレンジャーソガッピです。お、どうもアルカディです。はい、ということで先日、ちょっと上げた動画で僕に激しいイメージがあんまりないビジュアル系バンドの激しいイメージ教えていただきまして、はい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 、その時のこう結論というか動画の最後に激しい曲はかっこいいっていう風になってたんですけれども、それをまあちょっとなんか検証というか、このフォーロックバンドで激しいイメージはないけれども激しい曲をちょっと紹介して、そのかっこいいのかっていうのをちょっとアルカディアにね見ていただこうかなっていう感じで、サーアーティストはいちょっと紹介させていただきたいと思いまして、カナブーン、スーパービーバー、アレキサンドロス、この3組。激しいイメージはないですよね。確かに確かに、唯一カナブーンがちょっとだけある。ああなるほどね。激しい曲好きだと思うんで。好きです。はい、ということでちょっと曲を紹介しつつ、そのかっこよさ、バンドのかっこよさっていうのをね広められたなという感じで、ちょっと曲を3曲紹介したいと思います。お願いします。はい、ということで1組目はカナブーンですね。はい、カナブーン今回紹介する曲はファイターという曲でございます。そう、その曲ちゃんと聞いたことないんだけど、うん、なんかめっちゃ激しい曲ってイメージがある。なるほどね。そうそうそう、カナブーンってこうかっこいいというよりかは、楽しくなるとかポップとかそういったイメージがあると思うんですけれども、このファイターって曲がマジでかっこいいと思って、うん、そのやっぱギャップもあるんだけど、ポップなイメージから結構激しめなかっこいいサウンドになった時のギャップとしての倍増感というか、なんかテレビでミュージックビデオがちょっと流れてるのをなんか見て、うんうんうん、あめっちゃかっこいいじゃんって思ったのを覚えてる。なるほどね。けどなぜか聴いてないっていう感じですね。おー、これはかっこよくないですか。ちょっと正直に言わさせていただきますけど、はい、これはかっこいい。イエーイ、うん、これはねもうかっこいいですね。ちょっとカナブーンじゃないあなるほど、ね、ぐらいって思っちゃった、うんうんうん、イメージがねこうガラッと違うというか、そうそう、もう全然俺の知ってるカナブーンじゃないっていう感じ、うん、ギターサウンドとかも、ね、結構デッデデデデみたいな、そうそうそう、ちょっとこう重い感じがあって、ね、うん、重さの種類が激しいバンドと激しくないバンドって全然違うんですよ、うんうん、けど結構どっちかというと激しいバンドよりのこの重いギターサウンドの感じ、うん、ちょっと歪んでてるな、そこがすごいいいなっていう部分があって、そうですね、やっぱそのあれだな、なんかソーダスみたいなのが言いそうだとかやめる僕らのマグラさんの声が個性的で印象的だからこそ、やっぱ少しのこのカナブーンっぽさが残るっていうのはちゃんとあるね、うん、そこは。あのそのサウンド的にも俺は本当に違う国の部族を見てるかのような疑問で次がスーパービーバー、これ楽しみ。紹介する曲がですね、成功法という曲なんですけど、ちょっと挑発的、挑戦的な曲というか歌詞というかそういう感じなんだけども、歌詞がこう重いサウンドとともに刺さるっていうのがほんとめちゃくちゃかっこよくて、激しい曲のイメージないっていうあるけど、うん、その見た目的にはなんかやってそうだなっていう感がすごいあって、じゃあ逆にちょっと欲しかった的な感じ。そうですね、といった感じですね。なるほどですね。はい、いかがでしたでしょうか。これも正直言わさせてもらいますけど、はい、もうかっこいいですね。まあ、ありがとうございますかっこいいいただきました。いやかっこいいですね。サビが結構爽やか、はい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 、で前奏の部分とかその所々のこのギターサウンドとかドラムとかって部分って激しいって部分 で、うん、でなんかね激しさの種類がなんか全然違う。スーパービーバーが奏でるこうスーパービーバーならではの激しさなのかなと思った、うん、この曲は。あのカナブーのファイターがこう一気にドンっていう重みだとしたら、この成功法はこう鋭い感じでサササササッ、そう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 、刺してくなんかこの激しさみたいな、うん、なんかそういった感じかなと。そう、細かいね、うん、そこの部分で言うと。そうだね。次が、アレキサンドロス。これがマジでイメージないわ。いや本当に僕もやっぱり渡り鳥とかこうそういったイメージがあるのかなと思って。そうですね、スキルホライズンとかね。なるほどねアレキサンドロスの、僕が好きな激しい曲はですね、はい、ガール A という曲なんですけれども、それマジ聞いたことない。あ本当に。これはね一番最後に持ってきたのは一番おすすめしたいというか、あ、なるほどね、っていう感じで、ちょっと僕的にはビストリップのサウンドに近いのかなって。なるほどなるほど。そういった感じでなんかビストリップでもなんかちょっとやってそうだなみたいな、そういった雰囲気がある曲なので、ちょっとぜひ聴いていただきたいなという感じで。そいつは楽しみさ、はい、といった感じですね。見せなかったな。どうでしょうか。これも強いですよね。わかります。僕結構辛いですからね。いやー確かにいろんな曲聴いてますからね。かっこいいんだ。ありがとうございます盛大な振りを。激しくて、うん、サビが爽やかっていう、うん、こう典型的な、ね、感じのあれなんですけど、僕的にはねあの A メロの激しい部分がすごい好きなの。そう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 、あそこがねめちゃくちゃ好きで、あかっこいいなってなって、アレキサンドロスにやっぱそのこの
感じのサウンドのイメージがないから、うん、やっぱそこはもう倍増するね、うん、ああかっこいいわってなる。渡り鳥のイメージとはちょっと違うよっていうところをちょっと見せたいなって。でサビがでもモロアレキサンドロスなんで、まあそうね、そこがこういい緩急かな俺的には、うん、そう思った、うん、急になんかあのめちゃくちゃ爽やかになるからおーみたいな。でめっちゃ声も綺麗だし、ね、演奏を目指せるところとこういう歌声を目指すところのそのメリハリがすごくかっこいいなっていう、かっこいいかっこいい、そういった感じでございました。はい、3曲ね聴いていただいて、そうグーですか。ありがとうございます。まあ、やっぱりフォーロックであんまりこの激しい曲がないんじゃないかなってイメージはある方もいらっしゃるんじゃないかなというところで、まあちょっと僕がおすすめできるちょっと激しい曲をねちょっとご紹介できたらなという感じの企画でございます。新潟今日川上さんっぽいですもんね。なんかありがとうございます。広しての風景の出なかったら絶対